パンツバグ見ましたか？知りません。行幸がとんでもなかったです。お願いします。それ詳しく。パンツ見れるバグやるか。固定したんだよな、コメントで。キャラ画面、生物画面、操作。待ってね。原神のキャラクターのパンツが見れるバグがあるらしいので、やります。キャラ画面ってこれ装備してるキャラ？ライデンがやばいらしいから、ライデンで行くか。ライデンのパンツ、見てみたいよね。キャラ画面、生物画面、詳細。詳細？キャラ画面、あ、詳細、違う。キャラ画面、生物画面、詳細ってどれ？ライデンやばい。キャラ画面、生物画面、詳細ってこれ？視聴選択ってなくない？強化押して詳細、はい。生物、強化押して、ないじゃん。生物からの見分け、普通に生物強化。あ、じゃ強化しきれてない生物ってこと？どういうことだ？わかんないな。生物が強化した。え、ちょっと待って、ライデンに、ライデン勝負、生物画面、詳細左上？左上？ここか。で、視聴選択、視聴選択。視聴あ、これだ、視聴選択、適当にワープ、キャラ画面、こんなんでライデンのおパンツ見えんの、おかしくね、普通じゃね。いやすごい眺め、いつ見てもすごい眺めですが、視点、あ、視点心臓にアップしなきゃいけないの、強化、詳細で視点心臓にはで、ライデン、こんなんでパンツ見れるわけねえだろ。いや、いつもと一緒、ん？いつもこんなんだったっけ？あ、いつもこんなんか、あれ？なんか露出えぐくない？こんなんだったっけ、いつも、あれ？ホイール回してみ、あ、透けてるのこれ、いや、こんななの、すげえ。バーバラの方がわかりやすい、いや、ちゃんと比較しないとわかんないな、バーバラ、あっ、あ、ん？いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろう。え、ちょっと待ってね。あ、透けてる！え、透けてる？いや、分からん。いつになったらお姉ちゃんみたいに、ちょっと日頃から私、君らと違ってちょっと日頃からパンツ見てないから分からないな。お？あ、こんなんだったっけ、あれ、え、ちょっと待って、この天気に慣れ、一回ゲーム落とします。え、これバグ技じゃないですよ、私はただただ生物強化しようと思って生物の詳細画面から視聴に飛んで、あれもやっぱ回復しなきゃと思って視点心臓に飛んだわけらしいんで、うん、ちょっとバグ技じゃないです。あ、そういうことか、キャラクターにズームアップしようとしたらキャラクターが透けてこんな風になっちゃうけど、今の技を使うことによって思いっきり肉薄できるんだ。ライデンのやつ、ライデン見たいな、ズーム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 、あー透けちゃったっていうのが、いや、ちょっと待ってね、いや、今私何も悪いことしようとしてないですからね、生物強化しようと思って、あれ、ちょ、ここの生物どこで手に入るかなと思って、あ、ここの、ここかって思って、で視線心臓に飛んだだけ、回復しなきゃって思って、なんもなんか変なことしてません。そしたら、うわえ、でもこれ MFD モデルの配布があるから、まあ見ようと思えば見れてたよね、原神すごいな、聞けないわ、これは天才。ヒルチャールのお兄さんが病気になった、ヒルチャールのお兄さんが看病して、これいいですね。ウータオにこんな近づけるなんてな。誰がやばいの？ロサリアがやばい。これ修正されんのかな？すげえ。頑張れば下乳見える。下乳キャラ、下乳キャラ、九条か。おお。いつもならキャラクター透明化しちゃうんやけど、ちゃんと見れる。これ神格やばいんじゃない？じゃあ。すごい。え、これってキャラ画面だけ？あ、外だとダメな、外だとダメなんだな。一回出ちゃうと解除され。あ、解除、え、永続やんこれ。マジか、やば。永続やんこれ。すげえ。なんかもう
普段は見れないみんなが見れるよ。あ、やっぱ食い込んでるなアディシア、うん、いいね。エウロア、うん、エウロア、エウロア、エウロア、うん、うわエウロアのベルトの食い込みがここまで見れるなんてやばいね。リサでも、リサでもいける？リサ、うわこれ衣装変えても反映されるのかな。すごいです。これは全旅人がなんでこれ透明になって透けるんだよっていう夢を叶えてくれたな。これすごいね。え、これテレポートしちゃったら溶けちゃうんかな。デバッグですからねこれ。え、永続やん。え、どうやったら治んのこれ。アルハイゼン結構ピツピツな服着てんやな。こんなとこから見る機会なんてなかったしな。すごいな。ヨイミヤ頼む。ヨイミヤ下から見んのやばくない。アウトだろ。いやでも、いやでも止めるわけにはいかない。うーわ、履いてるか履いてないか分からんな。すごいねこれ。これはよう気づきましたね。あ、ノエルがすごい。ノエル、あー透けてるのか。ようここまで。やっぱでもやっぱあれだね、デザイン班が頑張ったんだろうな。私あれですからね、原神のキャラクターのデザインをちゃんと細部まで見てね。ライデンのこの服、パンツなんこれ。なんか花の、花柄だけど。なんか蝶々みたいなのもあるけど。こんなん気づかんやん。すごいな。いや、ライデンが一番やばいな、個人的には。ネレメロ的には一番ライデンですね。運気もすごい。あー、タイツ組は安定して強いな。いいっすね。キララ。これ普通じゃね？どうなんだろう。こんな技があったなんてな。ココミン。ココミン。素晴らしい。でみんな見ろって言うやん。リネット、これ。リネット。あいつ組やん。おぉ。これどういう服だ？スカートってば、うおっ。リネットえぐいな。これあれだ、結構ギリギリのとこまで来てんじゃね。ありがとうございます。おもろかった。でもこれ大丈夫な、一応報告はしとくべしだね。だからでも多分誰か報告言ってるね。上がやばい。上からも見れるの。あれ上でも ここが限界ちゃう。うわ、普段はどうなの。一回バフを消す。女性リスナー全滅した。ヨイミヤの後ろから見ると肌色のお尻が見えて履いてないの確定だからこっそり見てね。上から見るのはいつも通りじゃね。あ、そう、下から見るときに透けて消えるってだけで、上からは別にいつも通りだな。よし、これでヨイミヤね。すごいな。履いてないの確定なのか分からん。これぐらいじゃ判断基準になる。あ、ここの左側の真ん中ら辺のとこ。あ、これ履いてないのかこれ。やば。ヨミヤお前履いてないのか。え、じゃあ何、ここから導き出される結論は。ヨミヤは履いてないか、もしくはもうめっちゃくちゃ細いパンツみたいな履いてる可能性しかないってこと。衝撃の事実ですね。ファルザンと国勢が見てない。あー透けてるわ。あ、でもなんか原神のキャラ共通の感じするけどな。通常衣装いいっすね。タイツ組はやっぱ安定している。ファルザン、あー
このいやどっちかっていうとパンツより太もものドアップの方がポイント回転高くないかこれは。やっぱフータオよ。私的にはちょっとフータオを下からこんな近くで見れたの初めてやから、ちょっとテンション上がりますねこれは。イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して。おーい。素晴らしい。これで左右の待機モーション見たら丸まってる左右が見える。ドドンっつって。ちょっと下から見ると怖い。うわ、こんなドアップで。オン。え？ほんまや。今日一の衝撃や。え、いや今までの原神人生で一番びっくりしたかもしれん。ムシムシだるまの中身あるんや。オン。目隠してる。可愛すぎる。親愛なる。すげえ。中までちゃんと作ってんや。やば、えら、気合入りすぎやろ。別にただただだるまのテクスチャー置いてきゃいいのに、見えてないとこまで手を抜いていないということが分かりました。やるやん原神。え、一番良かった左右が今ので一気に良かった。それであの容量か。ナヒーラのブランコ下から見てって言ってたな。あれあやとりばっかやるやん。ブランコあやとりしかしないやん。ブランコやって。じゃあな、属性とはいつまでも。あやとりしかしない。ナヒーダはなんかパターン決まってるのかな。なんか恋しくてしょうがないだろうね。私の中の HP ゲージと MP ゲージと別のゲージが回復していく。なんかめちゃくちゃトイレ行きたいんで、ちょっとトイレ行ってきていいですか。ちょっとナヒーダ下から見とくんで。あっ、おめっちゃいい眺めやん。このままトイレ行ってくるわ。はい、ただいま。あやかさっさと見ろよ。あやかフォンテーヌのあやかを見たで。うっすらと透けてんのよね。匠は宝を許す。いや、いいね。フォンテーヌのスカートが。でも通常衣装もスカートすごいか。おー素晴らしい。けどまあなんかいつか修正入りそうなので、このままだと原神がね R していきそうなんで。多分すぐパッチ入ると思うから、みんな気ぃつけてください。で昔からあるんかな。でも、もっと前から話題になってそうな気もするけどな。エクスキューズミー。